はい、どうも、わっきです。さあ、今日はですね、大人の街銀座にやってきてるんですけども、またまた今日も独身男一人でバルをね、楽しもうかなということで、前に銀座のスペインバルロボスというお店でわっき TV でご紹介したんですけれども、あちらのお店を紹介した後にお店の方から連絡来まして、もう一軒ロボスとは違うラグジュアリーなスペインバルのお店をやってるということでね、今日はこちらのビルゴというお店にやってきまして、でお店の場所がね、地下1階になるんですけれども、前回ロボスでは単品をいただいてたんですけども、今日はコース料理をねいただこうかなということで、銀座にありますスペインバルビルゴでコース料理を食べていきたいと思います。いってきます。店内入ってきましたけど、なかなか一人で来るところじゃないんですけど、まあ、他の人たちもみんな何人かで来てますし、今日は違った意味でのちょっと緊張感があるなっていう、そういった感じでございます。単品のメニューもあるんですけど、お店の方に聞きましたら、皆さんほとんどコースで頼まれてるみたいで、コース料理が3つありまして、4500円と5500円と6500円。4500円のやつだと料理が少なめで2時間の飲み放題、5500円のやつは料理がちょっと増えて2時間半飲み放題プラススパークリングワインが飲めると。で、6500円のコースはまた料理のグレードが上がって、飲み放題とスパークリングワインは一緒だ。なんで、まあ5500円以上のコース頼んだ方が、まあ、飲み放題が30分プラスとスパークリングワインがついてるから、この5500円のコースを一人でいただきたいと思います。ただお店の方に聞いたら、料理の量がまあ2人前3人前ぐらいあるみたいなので、今回特別に1人前で作っていただけることになりまして、で飲み放題の方のメニューがこちらでございます。まずはスパークリングワインからいただきたいと思います。乾杯。すっきりしてて、まあ、シュワってね、この暑い時期にぴったしですね。後味がね、ちょっとこう甘みが香るというか、おいしい。そしたら前菜がやってまいりました。スペイン産のね、生ハムなんですけど、これは美味しそうですよね。旨味がめっちゃ長いですね。この生ハム美味しい。チーズをね、つけまして、
このイベリコ豚のチョリソー美味しいですね。そしたら本日のサラダでございまして、有機マッシュルームのシーザーサラダ、これの一人前の量ですので、まあ本来ならもうちょっと量があります。やらせな、これ絶対かぶやらせな。そしたら2杯目はサングリアの赤でございます。すごいフルーティーでね、飲みやすいな。これグイグイいってちゃうから、ちょっと気をつけながらいかないと。まあ、僕の動画普段から見てる方はご存知かもしれませんが、アルコールもそんな強くないんで。トリュフまではいかないんですけど、香りがすごい引き立つというか。バゲットも散りばめられてるんで。わ、香りが引き立つし、肉厚で食べ応えがあって、独身男性の皆さん、彼女を連れて行きたいのはいかがでしょうか。このサラダも取り分けてあげて、きっと喜んでくれると思います。もうすでに酔っ払ってきました。もうグツグツ来ちゃいました。プリプリエビのハーブオイルアヒージョでございます。いや、 やっぱりスペインバルといえばね、これアヒージョは少ないということで、もうオリーブオイルのね、もう何とも言えないその香りがたまらないです。でちょっとこうニンニクのね、あの香りも感じれるという。バケットも、いや、表面サクサクですね。うまっ、エビも乗せまして、バジルの感じとほのかにこうニンニクがね効いてるのが好きですね。エビをダブルで、続きましてはスペインオムレツとムール貝の白ワイン蒸しでございます。うん、おいしい。オムレツの中にね、ポテトが入ってますね。刻んだベーコンですかね。スペインオムレツにかかってるマヨネーズが、ニンニクも入ってて、あと生クリームも入ってるみたいです。ムール貝なんですけど、うまっ。ムール貝って貝柱あるじゃないですか。これも美味しいんですよ。この食べ方としては取りまして、ここでこうやるわけですね。はい、でこれでいただくと、うまい。ムール貝ってこのあのスープ、出汁が出てるんで、うまいわ。このスープでリゾットなんかたまらないでしょうね。はい、そしたらね、お肉がやってきました。イベリコ黒豚のロースのグリルでございます。油がにじみ出ていましてですね、すごいいいビジュアルしてますよこれ。肉が甘いね、油が乗ってて。これは美味しい。付け合わせの野菜もね、ちょっとあのカレーのスパイスがかかってて、岩塩つけまして、岩塩と
イベリコの黒豚合いますね。親父から1枚、一人前でもちゃんとお肉の量あるから、これ大満足しますね。もうこの時点で僕胃が満足しますから。あっという間ですよ、もう最後。はい、そしたら最後メインディッシュやってきました。漁師風魚介のパエリアでございます。ちなみにこのパエリアだけが、2人前になっております。あ、これ香りがすごいいいですね。うまい。サフランライスですか。魚介の出汁がすごい染みてて、あー、うまっ。マッシュルームにホタテ、イカも入ってますね。あ、チキンも入ってるんで、あ、このね、パエリアに関してはご飯食べてるというよりかはもう具を食べてるみたいな感じですね。野菜もね、トマトにインゲンにエリンギ、パプリカも入ってるし、野菜もしっかり取れるっていうのがまたいいですね。エビです。カニも入ってますね。ソフトシェルクラブでしょうか。あ、うまっ。このパエリアは魚介もしっかり味わえて、かつ野菜もちゃんと取れるっていうね。でチキンもジューシーなのが入ってるし、これ大満足ですね。ちょっとレモンも絞って、あまりにもうますぎて2人前なんですけど、いけちゃいますね、これ。完食です。そしたらね、最後デザートがやってきまして、ガトーショコラ、ブルーベリーとか入ってますね。アイスも入ってますんで、ケーキも中に入ってまして、最後まで堪能させていただきましたよ。大満足です。はい、ということで銀座にありますスペインバルビルゴさんで飲んで食べてきましたけれども、ちょっと今日はねコース料理でもう無理お願いして1人前で作っていただきまして、パエリアは2人前だったんですけども、いやー、もう料理一品一品全部美味しかったですね。で、僕今回コース5500円のやつだったんですけど、スパークリングワインもついてて2時間半飲み放題ということで、かなりねこの銀座の場所でリーズナブルでお得なんじゃないかなと思いました。イベリコ黒豚の肩ロースうまかったっすね。お酒好きの方、ワイン好きの方にはもうたまらないお店なんじゃないかなと思います。で、場所が東京メトロ銀座駅出て歩いて3、4分ぐらいの場所ですかね。新橋からも歩いて来れる場所なんですけど、ぜひ銀座に来た際には美味しいスペインバルのお店、この前はロボスというお店をねご紹介したんですが、そちらのお店の系列店になるんですが、ビルゴさん飲みに食べに来てみてはいかがでしょうか。それでは。